はい、おはようございます。今ですね、ちょっとどこにいるかというとですね、ちょっと見せます。今日はですね、ちょっとヤギ、ネパールですね、マトンって言えるんですけど、ヤギのお肉をよく食べるんですね。で、今日はですね、ちょっとどのヤギがいいかなと思って今いろいろ見てるところなんですけど、まあお父さんが見てくれてます。これを何キロぐらいなんだろうっていう今重さを測っているところです。24キロあるらしいです。はい、ヤギが決まりました。このヤギが決まったヤギです。このヤギをちょっと今日家帰ってちょっといただこうかなと思います。また後でですね、ちょっとワイルドな姿を見せたいと思いますので、まだ見ててください。とりあえずこれを選びました。値段はですね、なんとキロ1キロあたり、630円ぐらいですかね。はい、1万5000円ぐらい、1万5100円ぐらいの、単価になりました。はい、日本円でいうと、まあ、大体1万7000円ぐらいですかね。はい、はい、全部で24キロの、やつになります。はい、じゃあまた後でさばいたりとかするんで、ぜひ楽しみに見ててください。じゃあね、またね。おはようございます。はい、決めました。決めました。お父さんです。ラリヌザン。で、これ決まって、これからですね、バイクに、これからバイクに、私後ろにいて、お父さんは、バイク運転してほしい、バイクの後ろにですね、このヤギをちょっと持ってちょっと家帰ろうかなと思います。Yeah, boy. Yep, that's me.砂漠、それですね、ちょっと方々今ちょっとずつ集まっています。で、ここの子はですね、15歳の子なんですよ。君何秒で、ね、ウゾル、名前はウゾル君です。ウゾル君は、ウゾルというのが明るいという意味になりますね。で、ウゾル君はですね、なんとですね、これを砂漠ような道具を持ってきてるんですよ。お前出入りを見て、キレやつもねえの。これはですね、道具、砂漠ものになるんですけど、これはくくりというものになるんですよ。見せますね。で、これで出してもらうと、これですね、ネパールのくくりというものになるんですね。くくり。くくりんでばよ。え？これをなんかめちゃくちゃやばいやつなんですよ。で、これなんか水だくですね。結構そういう砂漠に使われているものになるんですね。これまあネパールの、なんていう、みんなが使う、なんかもうナショナル、道具みたいなものなんですね。もう閉まっちゃいます。ちょっと危ないんで、ちょっと中に閉まっちゃいますね、皆さん。で、皆さんにこの動画にはですね、ちょっと砂漠、実際の砂漠は、ちょっと見せないんですけど、まあでも、楽しみにしてみてください。ここはですね、ちょっと火を用意して、かわいいです。ちょっと、悲しいですね。今砂漠中ですね。はい、この15歳の子なんですね。ウゾル君はですね、いや、ウゾル君すごいんですよ。いや、ウゾル君一発で頭とあれを、ちょっとこれは多分皆さんちょっと怖いかもしれないんで、まあ画面を見てないんですけど。
中野さん。